聖なる、鹿殺しキリング・オブ・ア・セイクリット・ディアは、2017年の、イギリス・アイルランドのサイコホラー映画。監督は、ヨルゴス・ランティモス、脚本はランティモス及びエフティミス、フィリップ、出演は、コリン・ファレル、ニコール・キッドマン、バリー・コーガン、ラフィ・ー・キャシリ、サニー・サジック、アリシア・シルバー・ストーン、ビル・キャンプなど。物語は、エウリピディスの、アウリスのイピゲネアを元にしている。 第70回カンヌ国際映画祭のコンペティション部門でプレミア上映されパルムドールを争った。アメリカ合衆国では A24 配給で2017年10月20日、イギリス及びアイルランドではカーゾンアーティフィシャルアイ配給で2017年11月3日に封切られた。心臓外科医スティーブンは美しい妻と健康な二人の子供に恵まれ郊外の豪邸に 暮らしていた。スティーブンにはもう一人、時々会っている少年マーティンがいた。マーティンの父はすでに亡くなっており、スティーブンは彼に腕時計をプレゼントしたりと何かと気にかけてやっていた。しかし、マーティンを家に招き入れ家族に紹介した時から奇妙なことが起こり始める。子供たちは突然歩けなくなり、張って移動するようになる。家族に一体何が起こったのか。 そして、スティーブンはついに容赦ない究極の選択を迫られるのだった。カッコ内は日本語吹き替え2016年5月11日、ヨルゴス・ランティモス監督、脚本、エフティミス、フィリップ共同脚本の映画に、コリン・ファレルが出演することが発表された。プロジェクトは、フィルム4プロダクションズとエレメント・ピクチャーズが行う。2016年6月、ニコール・キッドマンが、 キャストに加わった。2016年8月、さらに、アリシア・シルバーストーン、ラフィー・キャシリ、ビル・キャンプ、バリー・コーガン、サニー・スリッチがキャスティングされた。2016年8月23日、シンシナティで主要撮影が始まり、キリスト・ホスピタルで撮られた。また、ハイド・パークとノースサイド地区でも撮影された。2016年5月、A24 が、 アメリカ合衆国での配給刑を獲得した。同月、大井コートがフランスでの配給刑を獲得した。2017年5月22日、第70回カンヌ国際映画祭でワールドプレミアが行われた。ランティモスト・フィリップは脚本賞を獲得した。アメリカ合衆国では2017年10月20日、イギリス及びアイルランドでは2017年11月3日に、 封切られた。日本では2018年3月3日より公開予定である。ロッテントマトズでは166件のレビューで、支持率は77%、平均点は7.7、10となり、聖なる。鹿殺しは、ヨルゴス・ランティモス監督の頑固な独特のストリークが続いており、彼が無視されない才能の持ち主であることが再度、実証されているとまとめられている。 メトクリティックでは44件の批評をもとに過重平均値が73、100と示されている。ありがとうございます。